どうも、マサダイです。ついに我が家に一番手に入りやすいレジェンドメダルがやってきました。妖怪ゲラポプラス妖怪3章。もう以前からやってるので、大体皆さんわかってると思います。保護シートの入ってるあれです。今回は花坂 G ということでですね、レジェンドメダルです。レジェンドメダル結構手に入りにくいんですね。アマゾン見てもクッソ高いんです。バカ高い。うん、それがレジェンドメダルです。そのレジェンドメダルの中でも一番手に入りやすいのがこの花坂 G なんですね。なぜなら普通に売っているからです。僕の予想なんですけど、レジェンドの曲は違うのではないかというね、ちょっとした予想で、今回このレジェンドメダル買ってみました。まあ、あと不思議以外はね、もう全部音聞いているんで、まあやっぱりなんかレジェンドあるかなと思って、うん、男の勘ってやつです。それでは早速パパッと中身紹介しちゃいたいと思います。紙メダル、トリセツ、保護シート、情報シール。というわけでですね、メダルと、情報とシール以外は基本変わってません。レジェンドということでですね、黄色のメダルです。初めてです。なんか嬉しいです。そしてですね、なんかキラキラ感がね、普通のホロのメダルよりなんかあるような感じがしますね。気のせいかな。レジェンドっていう言葉に俺は惑わされているのか。まあわからないんですけど、まあそんな感じがします。それでは早速このレジェンド妖怪を呼びたいと思います。果たしてレジェンドの音楽というのは存在するのかしないのか、私の予想が今試される。出てこい俺ら友達花坂 G。 このメダルは対応しておらず使用できません。嘘だろ嘘だろ、このメダルは対応しておらず使用できません。見た目が超ゼロなのに対応してない。皆さんもぜひこの花坂 G が映っているゲラポプラス買ってみてはどうでしょうか。私みたいにゼロ式しか持ってないやつは使えないよ。気をつけて。それじゃあまた会いましょう。バイバーイ。